おいーす、こんにちは、東大生実況者、シュンです。今回はですね、ドラゴンクエストタクトの才能開花がですね、まあ、第80巻まであるんじゃねってことを話していこうかなというふうに思っております。で、もちろんその根拠なく言ってるわけではなくてですね、まあ、視聴者からとある、動画の URL が貼られていまして、そのを見たらですね、まあ、第80巻まで、まあ、おそらくあるだろうなというふうに、思いますね。ちょっと、それ、とりあえず見ていきましょうかね。はい。ちょっと音楽止めるか。はい。では見ていきましょう。開花の扉は第80巻まで実装予定、ハテナというところで見ていくと、まあ、今これ33、34ですね。36、38、40、42、44、46、48、50、52と。まあ僕の環境ではこれないんですけど、まあなんか人によって、まあ環境によって、なぜか、80巻まで出てしまう人がいるみたいですね。ちなみにこれですね、まあ見てみたんですけれども、あれと一緒ですね。まあなんて言えばいいんだろう。36、38で、で40からのこう1、2、3、4と一緒で5、6と。まあここら辺は全部、ですね、まあ要するに40巻あった後にもう一回なんか1から40巻続いてるようなステージ設計になっているみたいな感じかな。まあ実装された時はどうなるかわかりませんけれども、まあ普通こういうバグってなかなかないというか、まあ例えば無限に続くとかは結構あったりするんですけど、80で逆に止まってるからね。まあそういう意味ではやっぱり、まあいろいろ、いろいろというか、まあ80巻まで、まあ、実装する予定で、まあそれで、バグってここまで出たと考えるのが、まあなんか自然かなっていうふうに思いますね。無限にこう続くのであれば、まあ何かしらの、まあその、なんだろうな、80巻とかとは、まあ関係がないバグという見方もあるわけですけれども、ただですね、今回の見る限りにおいては、まあ、ちょっと厳しい、そうかなというふう、厳しいというか、まあ、第80巻まであるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、それもね、まあ、ある種、まあ、予想は正直言ってしてましたよ、はっきり言って。で、まあ、なんでかって言ったら、まあ、開花をこう、全クリした時の報酬っていうのが、まあ、ジェム2000個というのと、銀の枝600個、金の枝520個、これ数えるのマジでだるかったからね。虹の枝が190個。で、銀の花が72、金の花が54、で、虹が18。で、才能ポイントの古文書の金熱が12個ですね。で、S ランクのこれね、フル開花ちょうど一体分なんですよね、これマジで。で、A から C ランクの場合だったら、フル開花3体分と。で、DF の場合は、まあ、なんだっけ、特技が、なんか強い場合、まあ、A 技使う場合だと、なんかわかんないけど、枝めちゃくちゃ大量に消費するんで、そう考えたら2体分というか、うん、まあまあ、まあそんな感じかな、大体平均で言うと。で、まあつまりまあ1ヶ月にまあ S ランクの場合だったらまあ1体ぐらいをまあ才能開花するっていうのがまあ普通のペースだよねというふうに思います。で、ところがですね、これドラケタクトをやってる人だったらわかると思うんですけれども、もう最近の開花やばいです。これがまあ才能開花時期ですね。はい。2021年5月っていうのが、まあグレドラ、メタドラ、二軸弱竜王、テンタクルスが実装されて、で、そっから6ヶ月にジュリアンテ、で、8月に、ベスキン竜王バラモスみたいな感じで、まあ、その、イベントでもらえる分もありますんで、まあ、2ヶ月で3体っていうのは、まあ、そんなにおかしくはないというか、まあ、要するに2体は、フル開花できて、で、もう1体も、まあ、イベントで多分半分ぐらいできるかな？半分ぐらいできると。で、課金したら、フル開花できるみたいな、まあ、そういう感じなんで、まあ、で、次もこれ2ヶ月ですね。2ヶ月、こう、猶予期間があって、その間にクリスト、アリーナ、トリックグレーテルみたいな感じなんで、まあ、フル開花っていうのは、もちろん、まあ、開花40巻までクリアしていて、なおかつ、イベント頑張って課金すれば当然できると。で、12月にアークデーモン、サンタリーズレッドで、ここから1月2月3月に1月指導、2月煉獄長、3月義名将軍だったんですけど、この時ね、僕はおっせえなと、もっと早く開花しろよというふうに、まあ、正直、思ってましたね。めちゃくちゃなんか、いやもうちょい開花キャラ増やしてよというふうに思ってた。なんならで、まあ割とここまで、要するに2022年の3月までは1ヶ月に1回ペースを守ってきてたわけですよ。で、ところが2022年4月になった途端にですね、急にキラーマダースドラゴンで、おお、開花されたなと思ったら、鬼コンボクイーンスライム多すぎだろと思ったら、第3弾とか言って、トマホーガーヘルクラッシャー。ここら辺多分誰も追いついてないですよね、正直言って。急にですね、もう意味わかんないペースで、普通1ヶ月に1回のはずが、1ヶ月に6体、一気に開花と。で、まあその後しばらく開花ないのかなと思ったら、とどまることを知らずにですね、2022年5月にはカイザー、次元竜、フォレストドラゴン。で、6月にはデボラ、ビアンカ、フローラ。まあ、花嫁イベントが多分もうね、なんか意外とね、課金する人少なかったんですけど、みんな多分枝と花足んなかったんじゃないかなと。で、7月にはトンネラプリン、ハーゾン。そして、30日はなんとゾーマということで、過去これ11ヶ月で、
なんだっけ、ここまで開花してきた、まあ、キャラクター数っていうのが、ここ4ヶ月でですね、それと同等分ぐらい、11ヶ月分をなんとここ4ヶ月分で一気に開花、進めているわけですよ。って考えたら当たり前ですけど、まあ、虹の枝、虹の花の、その入手数というものが、まあ、べらぼうに増えていくと、まあ、簡単に言ったら、まあ、3倍ぐらいになっとかないとおかしいよね、というふうに、まあ、思っていましたから、まあ、おそらく開花のね、開花なり、まあ、あるいはそのね、虹の枝、花が手に入るイベントというものが、まあ必ず実装されるんだろうなというふうに思っていたので、まあ80巻ね、実装されても何ら不思議ではないというふうに思いますね。で、もしも開花の第80巻まで実装された場合っていうのは、まあ単純にですね、もらえる報酬が2倍になると仮定するとですね、ジェムが4000個、言うて結構もらえるね、1ヶ月4000個はまあ普通に偉いですよね。はい。まあ、1年で4万8000、5万円ジェム分ぐらいもらえるってことを考えると、すごい、いい収入源だなというふうに思いますね。で、まあ金銀に関しては俺2倍にならない説っていうのはあると思ってて、まあ今でも多分銀の枝とか金の枝とか、めちゃくちゃ余ってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、その分の、なんか、その分、なんか、ここをね、単純に2倍するんじゃなくて、もっとこう、虹の枝っていうのが、まあね、もらえる可能性あるのかなと。まあ、要するに通常の3倍分ぐらいね。まあ、今のって言った方がいいね。今の3倍分ぐらいもらえてもおかしくないかなっていうふうに思いますね。で、銀の花が、144個。金の花が108。で、虹の花が36個。で、まあ、才能ポイントの古文書代が24個と。あと、まあ、古文書に関しては正直いらないんですよね。なんかね、古文書代って確か200スタミナ分もらえるんですけど、才能ポイントが。うん、まあ、200スタミナ分ってすごい多そうに聞こえますけれども、まあ、例えば12個だったら、2400スタミナ分と、まあ、これ結構多そうに見えるんですけど、実際のところは、まあ、パーティーこれ潜ってわかると思うんですけど、5体分で潜るんで、まあ、2400割る5をするのがなんか適正っていう感じなんで、まあ、そう考えたら400ちょっとでしょ。400ちょっととかって、まあ、1日とかで平気で、稼げるスタミナ数なんで、あんまりいらないんじゃないかなっていう風には思いますかね。まあ、強いて言うなら、なんか防衛パとかでね、開花された時期と防衛の時期がこうなんか重なってて、まあ、早めに開花ポイント稼ぎたい時とかに使うぐらいしか使い道はないような気がしますかね。まあ、個人的にはだからゾーマとかかな。うん。で、ということで、まあ、今回はま、動画短いですけれども、まあ、第80巻が、ま、実装されたら、ま、こんな感じになると。で、おそらく、ですね、今回の場合は、まあ、バグというわけではなく、んー、どちらかというと事実というか、まあ、少なくとも、ま、80という数字が正しいかどうかわかりませんけれども、まあ、追加されるというのは、ま、ほぼほぼ間違いないのかなというふうに思いますかね。まあ、根拠としては、ね、さっきの、開花のこの時期見たらわかる通り、まあ、やはり考えてますよ。2020年4月ぐらいからちょっとこれ開花、ね、みたいな、させていかないとね、というふうな、まあ、枝と花足りないよという感じでこの期間長くして、まあ、課金させて、で、まあ、自して不満が溜まったところに、まあ、開花の扉を実装すると。まあ、このペースでやってたら、それはね、80巻とかやってもクリアしなくていいやっていう人が大多数になると思うんですけど、こんだけね、やったらやっぱ開花熱って結構あると思いますし、あとはそのランク7から2022年4月から確かランク8が実装されたんですよね。で、まあランク8が実装されたせいでというかおかげでというべきなのか、めちゃくちゃ正直開花がぬるゲーになって、まあ結構その実況者の中にもキャラ評価するときにその開花についてまあ語る人はほんと少なくなってきて、まあ要するになんかどんなキャラでも適当にやればクリアできるだろうみたいな、なんかそういうポジションになってるんですけど、またね41巻からこうね、難しいのが追加されていくと、まあいろいろと考えることっていうのが増えていったりだとか、まあ、キャラクターをね、ガチャ引くモチベーションとか、まあ、上がっていくと思うので、まあ、個人的にはかなり、嬉しいかなっていうふうに思いました。はい。ということで、まあ、今後もドラクエタクトに関するですね、まあ、攻略動画とか出していきたいなというふうに思っておりますので、今回の動画がなるほどなと、役に立ったなと思った方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。